長谷川直都氏、長谷川直都氏は、日本陸軍の軍人。最終階級は、陸軍中将。旧名、西村直次郎。京都府出身。西村八重門の次男として生まれ、医師、長谷川正都氏の養子となる。平安技校を経て、1895年2月、陸軍主管学校を卒業。同年5月、不評少尉に任官し不評第9連帯付となる。 翌月、木日と羊戦争に出生した。中央幼年学校生と隊付などを経て、不評第八連隊中隊長として、日露戦争に出生。1904年5月、戦勝を受け、同年9月、不評第七旅団参謀となった。日露戦争のため中退した陸軍大学校に復興し、1907年11月、陸大を卒業した。以後、 参謀本部出資、参謀本部員、第十師団参謀、仙台連隊区司令官などを歴任し、1916年4月、陸軍大佐に昇進し不評、第二十連隊長に就任。第十師団参謀長を経て、1920年5月、陸軍少将に進級し、陸軍中央幼年学校長に就任。陸士岡校長、陸士本課長を歴任し、 陸軍省人事局長となり1924年12月陸軍中将に進んだ。1926年3月第10師団長に親保され、この絵師団長東京警備司令官を務め、1930年12月に大名となり、翌年1月予備役に編入された。ありがとうございます。